世界最高峰のサラブレッドたちが集結したここフランスはロンシャン競馬場マルマイン、連覇に期待がかかります。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。内から押して3番マルマイン、外から上がるのはシャレータ、6番マスターストロー後位につけています。9馬身相手8番ソレミア、これを見るように内側7番アイダホ、続きまして18番アイバンホー、そのうち5番タルナワ、17番アンテロ、10番ドルニア、この辺りが中段。その外12番ファウンド、これを見るように内側4番デインドリーム、外を抑えて14番マリヌス、後ろに1番シーオブクラス、外から11番カプリ、その外13番ユームザイン、1番人気9番シーザスターズ、この位置1馬身相手16番バルトガイスト。 1000m の通過タイムは1分2秒0、3コーナーに差し掛かろうとしています。2番イキートス後方、先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってマスターストローク、差がなく15番シャレータ、3番マルマイン後位につけました。ここからフォルスストレート、まだ我慢が必要です。4コーナーカーン直線コースに入ります。マスターストローク先頭で直線に入ります。2頭の競り合いとなった。400を切って先頭マスターストローク、そしてシャレータ、わずかに先頭はマスターストローク、迫るシャレータ、わずかに先頭はマスターストローク、シャレータ勢いよく追い上げる。シーザスターズ苦しい展開になった。マルマイン、シーザスターズ差を詰める。マルマイン先頭で合流、勝ったのはマルマイン、鞍上は海老名正義騎手、凱旋門賞制覇、日本近代競馬史に残る快挙です。2着シャレータ、3着マスターストローク。